皆さんこんにちは、ドキュン大好きニーニーです。はい、本日は四国香川県の井上琴美さんの方にお邪魔させていただいております。はい、では先に、今日行った温泉の紹介からさせていただきます。行基の湯さんの方に行ってまいりました。ここは内風呂と、外風呂一つ一つと、あと地下に低温道具サウナがあるんですけども、内風呂の方が温泉使って、多分外風呂がお湯、逆バージョンの珍しいところですかね。値段も全然すごい安くて、泉質もすごい良かったです。あと、外側の雰囲気も、橋があっていい感じの雰囲気です。すぐ目の前に道の駅さんもあって、すごいなんか地域密着型みたいな感じですかね。今日来ている、道の駅琴美さんの方なんですけども、ここも温泉があると。早速今日の車中飯の方を作っていきます。こんぴらうどんですね。このこんぴらうどん、なんでこれ買ったかというと、こんぴらさん行った時に駐車場を探してて、そのお店の人が「あいこっちこっち」って全然入る気もなかったのに、もう誘導されちゃって止めたんですけど、駐車代700円払うか、お店で1500円買って駐車場無料にするか、どっちか選びなさいって言われて、いろいろ買いました。でその中の一つがこんぴらうどんですね。こちらを使って煮込みうどんを作っていきます。はい、いつもの変身します。変身インコです。はい、では作っていきます。まずは切るものを切って、あともう天ぷらの方も作っていきたいと思います。珍しく しめじかな、ぶなしめじホワイトですね。初めて使います。鯛入りかまぼこ一緒に入れていきます。昨日デパートで買った半額の芋ですね、食べようと思って寝ちゃったやつです。天ぷら粉を作っていきます。これ片栗粉ですね。小麦粉です。さつまいもを天ぷらにして、後にこれも温めていきます。かき揚げとエビとアラゴ。はい、で火使うので必ず消火器ですね。火使うときはこう用意してください。お芋ちゃんですね。お芋ちゃんを絡めて、じゃあ入れていきます。
はい、ささみ入れていきます。煮込みうどん完成です。イエーイ。うわ、すごいうまそうですよね。そしてすごい量食べきります。いただきます。したらまずですね、うどんからいただきますね。いろんな味の出汁が染み込んでめちゃくちゃうまいです。ちょっと腰の方はやっぱり煮込んでるんでないですね。はい、かまぼこいただきます。かまぼこはお魚の味がします。タイが入ってるんですけど、ちょっとタイかはただのは美味しいですね。今度ささみです。ささみいただきます。味が染みてるわけじゃないんですけど、ささみ美味しいです。はい、あとホワイトブナシメジ、ホワイトブナシメジですね。いただきます。メインはブナシメジの味がするんですけど、そのブナシメジのブナスマズの味に味が染み込んで美味しいです。しいたけ、干ししいたけですよこれ。1日水に浸しました。いただきます。干ししいたけの旨味の味にさらに出汁が混じってハーモニーを奏でてますね。今のうまい表現でした。はい、今度エビフライですね。エビフライいただきます。衣が厚いですね。衣が厚くてエビはなかなかの小ささでした。焼き芋を天ぷらにしたものですね。いただきます。めちゃくちゃ甘いですなんて言うんだろう、安納芋なんでもう甘いですね。とにかく甘い。穴子いただきます。穴子です。いただきます。煮込みうどんに穴子めちゃくちゃ美味しいです。追加でかき揚げです。一回冷めちゃったんで一回煮込みます。はい、卵割っていきます。美味しそう。はい、卵がたくさんついたうどんいただきます。抜群ですね。卵抜群ですよ。味の表現で言うと美味しいですね。はい、では全部食べていきます。今日のデザートですね、みかんと、今日朝行った道の駅さんで購入したものです。はい、いただきます。いただきます。酸っぱいのと甘い酸っぱいのと甘いのが混じってますね。美味しいです。はい、
みかんいただきます。やっぱね、あの愛媛で買ったみかんまだ全然残ってるんですけど、美味しいです。愛媛のみかん、いただきます。甘いんですよね。終わりました。ごちそうさまでございました。食べ過ぎたなって、だから一向に痩せないんだろうなと思います。あの最近階段登ることは多いんですけど、あの重いんですよね、体が。階段登るとどうしても、はい、今回は、コピピラうどんを使った煮込みうどんを作りました。大量ですね、はい、もう少したら四国出るんですけども、多分明日か明後日かな、どうだろうな、もう存分に楽しんでいきたいと思います。はい、今日の動画はこんな感じでます。動画の内容が良かったら動画の評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。